ちょっと元気出てきたかな。元気でしたね今の挨拶。<laughs> はい。声だけやん。<laughs> はい。今日4月5日に収録を行っています。今回のテーマ、うんえー、ウクライナ戦争、ウクライナ侵略についてなんですけれども、うん、もう今後どういう状況になっていくのか、うん、そこら辺もお願いします。今日はまずその首都キエフからロシア軍が <laughs> まあ一言っかもしれないけど撤退した後に、14歳の少年や。 あるいは25歳のサッカー選手、まあ、このサッカー選手はブログにも書きましたけれども両親と相談して3人で、えー、例えば地下にこう閉じこもった状態になっている人のところに医薬品と傷ついてすでに傷ついてロシア軍に傷つけられて苦しんでいる人のところに薬と水をあー食料を水もあったかもしれませんが。 はっきり聞いてるのは食料と医薬品を持っていったら捕まって、見せしに拷問されて、うん、3人でも殺されたということが起きてですね、えー、これもいつもの通り、いや、それはあウクライナ軍がやったんだというふうにあのブログに書き込み来てますし、普通の人ですよ、ロシアの工作員ではないことは間違いないです、それからロシアの国営放送が俳優だと言ってますよね。うんはい まああの全身の毛が逆立つような状況なんですがその中であえてですねこの虐殺に関することはブログにある程度書いたしかっこよく言えばマルチメディアだけどあの重なっていること言ってもあれですから戦後、はいうん、あえてウクライナ戦後のことをですで、ね、にあの同じ日本の同胞と考えておきたいんです。 これ結構議員の人も、まあ、野党の人も含めてですけど見てくれてるんで、えー、何が一番大事かというと水面下ですよね。でこれ公開情報なんですよ。だもんであの水面下情報に限定して話してる場面もありますけどこれ違うんで、えー、もう本当に慎重に話さないといけないんですがただ普通に誰がお考えになっても交渉というのは。 例えばあのこれを受け取る受け取らないと交渉しててあのいやこれを受け取ってくれたらこれをねで三浦医者の方もこれ受け取るっていうのは私これ欲しいとかやっぱハイネコ欲しいねとかあるでしょ。だ表だけの交渉ってそもそももないんですよでしたがって、えー、特にうん特にって言いましたのはね ロシアの方はこの意味でも今非常に心配な状態でとにかくプーチンさんのこの全部欲しいっていうねのにやっぱりこうロシアの偉い人たち全体が動かされている気配これまあ独裁主義の当然の姿ですけどそれがあるんですけどその一方ウクライナの方は当然裏の部分があるわけですねでそれをギリギリの言える範囲で言いますとあのまず表から言うとニュースに尻尾があるって言ってる通り表から言うと。 このじゃあもう NATO に入ること諦めてもいいですよとねでその代わりこの戦争を終えて終わりにして虐殺も終わりにして新しい安全保障の枠組みを作りたいとこれ言ってますよね表の交渉ですでにウクライナがで問題はその中身ですよねでちらほらちらほらこう出てんだけどあの僕なりに先ほどですね実は先ほど はい、こ,れこれでも間違いないと現時点ですよだから今西暦2022年の日本時間で、えー、4月5日のだから先ほどだから午前、うんうんうん、午前10時、えー、10時過ぎにあのその時点ですよそこからまた変わってるかもしれないけどその時点で確認したのはですね ゼレンスキー大統領が水面下で提示しているのはその安全保障の新しい枠組みっていうのはなんと国連安保理の5大国 P5、うんはい、全部入れるとえロシア、中国ロシア、中国て、はい、5大国全部入れてそこにトルコとかイスラエルとか、ねえー、それからカナダとかフランスとか、うん、そういう国々を入れると。はい これで合意したいとうでこういうふうにこうまとまって表に出た例が情報が出たことあるのかなと思って僕らに調べたんですけどその充実的に分かってからずっと調べましたがないですねでこれ間違いないです。でこれはいろんなあの要素があるんだけど一言で言うとこれ中国の独り勝ちになる可能性がある。でポイント二2つあって1つは。 結局この無残な戦争をやった結果中国だけが独り勝ちになる可能性があるのともう一つは日本が入っっててないってことですはいそうですすそうね,ねで両方ともきっちり話しますけど、まあ、日本が入ってないことでいうとこれは、えー、この安全保障の枠組みの本質と関わることでこっちからいくとですねこのミソはね国連ができないことをやるミニ別国連みたいな話でもあるんです。うん 国連がやれないことって何なのかというとあの歴史をすごく簡単に言うと第一次世界大戦で初めて戦車と毒ガスが出てきて人間はこんなに大量に殺されるんだって分かってさすがにもう世界大戦やめようになって国際連盟日本語で言うと国際連盟を作ったと。でもアメリカは抜けちゃったりしたこともあるけど武力紛争を武力で止めるってことはそのことしませんわよっていうきれい事だったからあっという間に第二次世界大戦になってもっとひどい あの虐殺が起きていったわけですよねとどめが広島長崎の原爆ですよねそれで国連はあ国際連盟と何が違うかというとあの止めても武力を使う武力紛争をやる国があったらそこに国連軍を出して武力には武力で止めてやめさせるというのがミソなんですよところが本物の国連軍は一度もできたことがない、はい、え何でかというとその五大国は拒否権を持ってて 自分に都合悪かったと全部ダメだって言っちゃうからが根本なんですけどこのゼレンスキー大統領が、まあ、一体誰が考えたのか大統領だけで考えたとはとても思えないんだけどもひょっとしたらロシア側に協力者いる可能性もあるけどもこのミソはですねこのウクライナがもうちょっとでも今後この戦争がなんとか終わったらその後ちょっとでも武力で脅されたりましては侵略されたりするとその新しい役組がバッと武力で出てくると。 中国軍軍ももロシア軍も冗談みたいだけど、はいはい、出てくると、はい、だから国連が70年以上できなかったことをここでやるんだみたいな話になってるわけですよ。はいね、で日本がそこに入れないっていのは本当におかしな話でなんでかというと国連憲章を日本も遵守してしかも莫大なお金を国民の税金から国連に入れてて国連に日本のお金がなくなったら国連立ち行かないぐらい貢献してるのになぜこういう時はこう。 のけものされるかというともちろん憲法9条によって海外で武力行使できないってことになってるから何があっても外には行きませんと、うん、いうことになってるので、はい、日本は除外されてなおかつこの水面下の交渉っていうのは日本はどっさりお金を出すことになってるわけですよ。うこういうのをよくあの卑劫な言葉で「画劇」だけ回ってくるって言いますけど。 まあ例によってその放課徴がまた日本にとてはこの分厚いっていうね、うん、国民の税金からもうジャブジャブお金を取られるって話にな、うん、りかかってるとまで言わないけどそれが交渉の大きなポイントになってるわけですよ、うん、でこの時にそのロシアはあのロシアが入ってるっていうのは奇妙な話だけどもそれもこれなんか話のミソになってて、はい、だからあえて言うとポストプーチンの匂いがするわけですよね。ほう つまりも,もはや中国にとってもプーチン大統領はもお荷物になってるからだからその気配もまあ巧みにやっぱウクライナは苦労してきた弱い国だからその辺の巧みでだからそこをうまくこうやりながらしかもウクライナはもともと中国北朝鮮と非常に関係が深い国だからそういう連絡を特にチャイナと取って最後はチャイナが中国がですね 一帯一路どころじゃない地方をこの国会の北方にここに親中国を作ることができたらロシアと入れ替わって地中海に出られるねこっちに睨みきかせる西ヨーロッパにそれから中国がもともと権益を一生懸命取ろうとしてるここもまあここから影響力を実行できる。 日本の金で中国が実利を得るっていう方向が少なくともあの、まあ、僕は今いまだに夜寝る時間がどうしてもないのはこういう情報収集が一番大きいんですよ。でこれは日本はこのままポカーンと見てるっていうのはあの絶対に許されざることであってそれはあの首をグイグイ突っ込まないといけないんですよ。でも同時にね こういう時が来るから憲法9条を改正してないと日本の国益が損なわれるってことを民間自体からずっと言ってたんであって今回戦争始まった時に外務省欧州局の一番偉い人がウクライナ遠いですからねそういう発想でいたためにまあアメリカは守ってくれるんだから9条無理に変えなくても中国は警戒するし結局日本の外務省はアメリカと中国しか見てないし。 あとはいろいろ煩雑なことを言ってこられる韓国を気にしてるぐらいのことであってあとズボッとこう抜けてるところがあるんですよね。でそれも今あのよく主権者の目の前に出てきたので今僕が申し上げた方向でえまあ停戦が早く実現することはもう庶民の犠牲を防ぐために絶対必要だけどもしかしそれを願うと同時に日本が金だけ取られて中国の拠点を この国会の北方に作ることになることだけは絶対に飲んではいけない、えー、そのことはですね今の段階で考えておいてほしいんですよね。えっとですねこれ関連して今日だからさっき言った10時過ぎから割とすぐの時間ですけど日本セルビア友好議連の総会があって、はい、ここにアレクサンドラ・コヴァッチさんっていうね女性の日本にいらっしゃる大使。 はい、えとっても素敵な人でこの人は日本語でできるんですよねうん 2>,、えー、2回目か3回半回目の勤務とおっしゃったけどなかなかそれで日本語できる人はあんまりいないけどあのこの方がお見えになってそれで外務省からも説明があってここちょっと見てもらうとウクライナ戦争でのセルビアの基本姿勢っていうのが簡単に言うとですねもともとセルビアっていうのはロシアプーチン大統領とも非常に近いと。 言われていたのにこ、これは大使もおっしゃいました、私たちは国際法を尊重するし、ウクライナを含むどんな国でも主権と領土が一つちゃんと守られることが大事なので、今回のウクライナ侵略は誤った行為だと、だから国連総会のロシア避難決議に賛成されてるんですよ、しかし同時に制裁には参加しないと。 だからギリギリのバランスをとってウクライナにロシアに、えー、いずれにも向かい合ってる。で僕はあの手を挙げて発言してまずセルビアがかつてユーゴスラビアだった時、ね、ご存知の通りりそれがあー地と大統領を、まあ、頂点にしてシ,シンボルにして社会主義でいろんな宗教や あの習慣の違う民族を一緒にしてたわけだ大きな国になってたわけユーゴスラビアって、うん、それがソ連崩壊したらあっという間にあの対立が始まって旧ユーゴ戦争っていうまあ見ったと思うけどイラク戦争もひどかったけどあんなひどい戦争は僕は見たことがないとまあ3つしか見てませんけど、まあ、隣の家同士で殺しちゃって、うん、その巻き終わってたねあのこの斧って いいうかっていうかのがおのですよねそれで隣のご主人の頭割ってしまったその現場そ,のそれも転がってるっていうところまであってとにかくその民家が民家がもう全部穴だらけぐちゃぐちゃ今のマリウポリなんかとよく似てるような状況でそれでそういうところ行ってるでしょでそれこんな詳しく言わないでしょ。ででも今日のこのお議連の総会で それをチラッと言っただけでそれはセレビアのの人たちは目色変わるよねうん、うん、みんなまだ生々しい記憶ですからねちょっと一個だけこの話していい「危機一髪」シリーズじゃなくて「危機一髪」じゃないんだけどこれ,あのこれ地図見てもらうとうんこれセルビアでねで、はい、今ボスニア・ヘルツェゴビナって隣あじゃないですかこれだから同じ国だったわけですこの辺ね、はい、でここにサライバってあるわけ。はい ここはベオグラードです旧ユーゴの人で有名なベオグラード、うん、でこっちの人がサラエボねでトーキー五輪やったところ、うん、でスキー屋なんでサラエボその平和なオリンピックの時に行ってないけどこの戦争の時に行ったらねこれ前に答えて答えて答えて話したことあると思うんだけどあのやっぱサッカーが好きな国,国々ですよヨーロッパですから。うん、それでサラエボの 結構有名なサッカー場に行けって言われて行ったらもう行く前からもう匂いがしてきたんで、まあ、またかと思ったんだけどそのサッカー場入ったらねあのピッチの上ねあの広いぜ全部こう要するにねあの遺体を置いて今回あのキーフの周辺で黒い袋に入れてたりしたけどそうではなくて。 あの遺体をピッチの上に置いたら土をちょっと横ちょっとだけ掘ってかけて、うん、もういろいろ割れた頭とか出てる状態でみんな逃げるわけ、うんね、でスタンダードのーにも広がってんだけどもうピッチは見渡す限りそうでそれでものすごい一瞬なわけそれ、うん、であの結構打ちのめされてそこ出たら米軍の当時は米軍の戦車が止まっててで上であの。 アメリカ軍の若い戦車兵がそれで,たわけで僕が声をかけたらあの彼は当然、まあ、イラクと同じですけどあの米語だからこう東洋系のアメリカ人と思った、ね、調子どうだいみたいなことを言うわけで例によってそれで僕は「あ,のあなた鼻大丈夫なの?」って聞いたら「いや慣れちゃったよ」って「んあんたは兵隊じゃないの何しに来てんのここに」みたいなことを言われてで。 隣同士で殺し合うって戦争って本当に無残だなと思いながらボスニア・ヘルツェゴミラのこの臨時政府みたいなところ行って「なぜ埋めないんですか?」って聞いたら「いやあなた多分現場で気が付いたらしちゃう」ってあれこう掘って埋めようとするとそこに必ず人間が集まるわけだからそこを異教徒が攻撃してみんな殺されてしまうんでだから置いてパラパラっとかけてパッと逃げるんですよ。 それがこの辺りですよそれがね今どうなってるかというと今日セルビアの大使がおっしゃったのは経済成長率7.5%だってうーん7.5%、ね、でサライバも本当に美しいサライバが戻ってるそうですよ、えー、ご残念ながら言ってないんですけどで大使に日本語を通じる人だから「はあ、よかったですね」って本当にね 経済成長率日本は今よく羨ましいぐらいですよ。で日本企業もずらり今日総会に来ておられて日本企業の協力はもちろんあるわけですね,ね胸を張っていいと思います僕はあだから大使がギリギリのところでお話されたのはよく理解できましたとその上で僕が聞いたのは今言ったことねつまりもう戦後の枠組みっていう水面下でもやっててそこから日本は外されてますと。 しかしセルビアも外されていると、うん、ですぐ隣ではないですよ間にルーマニアって大きな国挟んでますよね、はい、でもまあこの辺は西バルカンっていうんですけどバルカンもともともと不安定だし、うん、ここがどう決着するかそれ例えばこの辺の意見抜きっていうのは良くないんじゃないか、うん、やっぱりあの日本が除外されているだけじゃなくてこの全体でやるべきじゃないかってことを大使に聞いたらあのね ちょっと誤解を招くこと言うとやっぱり女性大使って全体に男性よりはっきりしてんだよね <laughs>、はい、三浦市でも非常にはっきりしてるけど <laughs> 大丈夫ですセルビア遠いですっておっしゃった<笑><笑>大丈夫ですか <laughs> 僕は陸続きで, <laughs> でもともと旧ソ連圏でね <laughs> つながってるでしょうっていうことを言ったんだけど <laughs> いや大丈夫です遠いですとおっしゃったでそれはまあ,あの僕は 立派な答えだと思ったよ。つまりあのまあルーマニア聞いたらどう思うか知らないけど、ギリギリの立場を守るんだって意味だよね。うん、でもちろん皮肉っぽく受け取る方いらっしゃると思うけど、まあ確かそのそれに加えて何とおっしゃったかというと、安全保障は結局経済協力が第一だと思ってますと。<ー>日本企業の力も借りて経済的な結びつきロシアともっあったら。 いいろいろロシアと経済的に結びつきあるから言われるけど本当はこうやってある方が安全保障だと思いますとその上で小さな軍であってもただでは済まされないという抑止力を持つことが大事ですと言ったんですまあ日本はそ,そこは残念ながら小さな軍隊ではないんだけど自衛隊は欠けてるところであるんだけどで僕はまああの予、ー、期答弁だと思ったわけねかなり、うん、甘いかもしれないけどそしたらあのー ちょっと超党派の議連なんでどこの党かは僕は存じ上げませんがあの若手の議員の方が次の質問されて「うん、大使大統領は本当はプーチン大統領と親しいんでしょう?」って、うん、どの程度親しいんですかっていうこういう言葉じゃないけど、うん、そういう趣旨をいやこの質問もはっきりしてていいんだけど、うん、そしたら大使が何て答えになったか、ね、今世界にプーチン大統領と親しい人はいますかって聞いた。<laughs> これはあのういう素晴らしいですねでこれがなんていうかなあの戦火をくぐり抜けた、えー、あの小さな申し訳ないはっきり言って小さな国のいわば意地かなとでこれもやっぱり男性大使でそ言える人いないだろう今ロシアにも気遣いプーチン大統領も実は気遣いやってる中で、えー、正々堂々とそれをおっしゃるわけですよね。えー ちなみにです、ね、もう1個ポイントがあってウクライナもなんか遠道いって感じするのにセルビアはもっと遠いと思うでしょうがここ NATO の空爆を受けているんだよね、NATO の。はいね、で市民11人殺されているんですよ。それは大使からはっきりおっしゃってその経験から言って普通の市民が殺されるというのは耐え難いと今回あの、キーフ周辺では400人を超えているということはどうやら確実ですけど17人だから少ないということじゃないんですよ。 戦わざるる者が殺される赤ちゃんが殺されるって本当に許されざることでねあのそれはこれはお話しましたが全部合わせて言うとあのセルビアみたいにいやもうルーマニア1個挟んでるんですか遠いですと、ね、言える立場でもあるわけだセルビアはでも日本はもうどっさりお金取られるに決まってるし、えー、日本だけ外されてもう一回言いますが結局その日本のお そそこもお金も含めて、チャイナがもう一つの独裁主義の、そして尖閣諸島に武装戦入れている中国が、このヨーロッパのいわば、真ん中とは言いませんが、もう地政学的に一番重要な、ここに大きな拠点を持つっていうことに流れないように、あの国際社会と連,、えー、連携しながらっていうのが、もう口癖に総理も外務大臣もなってますが。 それはそれでいいんだけど国際社会と連携するっていうのが本当は国際社会の後をついていきましてになっているから、はい、そうじゃなくて日本が国民の税金を使ってここの復興にも力を貸す以上は私たちがここで発言権を持たな,ないといけないと、ね、いうことを中国の脅威を間近に知るものとして言うべきだというのが一番大事だと思います。はい お話しながらもうすごく心配しているのは分かっていただけるかもしれないですけど、うん、もうどんどん国際社会と連携しながらって言いながら国際社会でどん,どんどん日本抜きで勝手に決めてはい金だけ日本に来るとこれううのの国民なんで,そうです、ね、はい、はい、はい、ありがとうございますもうそのロシアというかプーチン敗戦後の、うん、そういう枠組みの話し合いが始まっているっていうなかなか、ね、聞けない情報だったかなというふうに思いました。それはやっぱ勘どころでね、えーうん あのー、プーチン抜きの戦後が語られたのは事実で,でプーチンさんはしかしそれプーチン大統領はやっぱりある程度は把握してるんじゃないかともう孤立してる何も聞こえてないばっかり言われるけどある程度は把握してるんじゃないかと思うから,うだからそういう意味でもどこにプーチン大統領ご自身が行き着くのかというのが重大事で,そうです、ね、核の危機もまたね生物、化学。えー うんうん、いずれもものすごくリアルな話だしちょっとあえて言うとねこれ今ね普通さ、はい、あのこの間僕も言いましたけどあのここにカリーニングラードがあるでしょ、はい、カリーニングラードがあってそこから、はい、あ例えばキエフに打ち込むんじゃないかって話だけど。えー 核兵器って、あのー、一本目で話した通り人口の多いところに打ち込むのが基本なんですよ、うん、それがここじゃないかと話してもらうここわかるここええ <laughs> <laughs> あ全然ウクライナじゃないですねウクライナじゃないオランダオランダじゃないえどうですかオランダも一応チューリップだけじゃないよフランス人口多いところフランスじゃない<え>パリじゃないですよあこれだからでも正確に指してるよこれ <laughs> 爪が。 えイギリスですかイギリスに打ち込むようなおっかなことしないよ <laughs> イギリスは源泉から打ってくるよそれいドーバー海峡に、はい、つまり発想の転換なんだけど、えー、こ,れこれは結構公開情報でこんなこと言ってるのはちょっとあれだすごい話だけど、えー、あえて海に打ち込むとへえー、人は殺してないと。はい いや実際にはあの漁家の方々を含めて犠牲は出ると思われるけど海に打ち込んでほら使えるだろうとほらやるぞロシアはプーチン大統領はって見せるためにドーバエ海峡に打ち込むって話があるんでそれで実は例えば海底環境がどうなるかとか海底は火山いっぱいありますからそれからまあ例えば津波の問題にしてもそれから漁家の被害はもちろんですよね。 どうなるかわかんないけども例えば今あのフランスで言ったけどパリに打ち込むのと違って人は狙ってないって話になるその時にあり得るのがここオホーツクから日本海にかけて、はい、つまり両面作戦できるドーバー海峡とオホーツクからこの日本海の北側これ旭川での 僕らの国会で話したんでやがてアップしますから、うん、そ,こでそこでも公開の場で言ってるから申し上げたんだけど北海道の人はそこ知りたいから、うん、でその時に例えばあの大津から日本海のこの辺っていうのはですね海底火山が連なったりして、うん、だからメタンハイドレートが表層型多いのはそ,そのおかげなんで、うん、そこを核爆弾で刺激した時にそれ何キロトンかによるけれども、うん、一体どうなるのか。 北海道も奥尻島で大変な地震体験されてるけど人,人類未曾有の事態になるわけでもちろん漁獲は大変なことで漁はもう全然いつまでたってもできないことになるでしょううでこれが本当はポーチン大統領が用意してる核戦選択肢の一つなのは僕の責任であります間違いないですードーバー海峡とオホーツクと日本海の北方ね えー、そういう状況と同時に、そのそこまで選択肢に入れてしまってるプーチン大統領を排除しないと何もできなくなるっていうのが世界の今の動きなんですよ。<laughs> はい。はい、ありがとうございました。はい、今日の内容はでは以上にしまして、はいえー、今回はスメラギの方もで、ね、のいはい。ご、はい、紹介したいと思います、はい。前も申しましたが、もう鉢釣りになってます。はい。はい。 誰があなたを守るのか不安の時代のスメラギを拝読いたしました僕は愛子内親王殿下と同世代で内親王殿下が中学校に入学されるというニュースを見た時に母親にどうしてこの人は中学校に入るだけでニュースになるのか<ー>と尋ねた記憶があります<ー>母親の答えはこの人たちも何するにも注目されて大変なんだよ<ー>という答えでなんとなく腑に落ちないでいました<おー> <laughs> いや <laughs> いい答えでもあるけど分かったような分からないような答え <laughs>、はい、その原因を聞いてるんですしかし青山さんの話を聞いたりこの誰があなたを守るのかを読むことで納得がいきました、うん、天皇陛下のご存在とは我々日本人が日本人たることなのだと必ず不景一系で守っていかなければならないのだと分かりました、うん、僕がいつか父親になったら、うん、子供には天皇陛下のご存在とは何なのか僕らの祖国 日本とは何なのかを伝えられたらと思っていますいつも国益のためにありがとうございますこれからもよろしくお願いしますという感想ですは,はいこの愛心の殿下と同じ若さでしょそうですねなので20歳前後の方ですね,、うん、ねはい。で、僕とおっしゃってるから日本男児、ねはい、さっきあの大使は女子がきっぱりしてていいと言いましたが頑張れ日本男児 <laughs> はいはいはい ありがとうございます。感想あの青山茂春のオンザロードのブログのコメントの方にお寄せください。あ,あのー、まあこれだけ続けたらやっぱ数が足りなくなってきたので、えー、皆さんすぐに感想文を送ってくださいね。<laughs> なんで声が急にこんなに余った楽くなるのか。<laughs> はい。はい、そして今回はキッキパッシリーズの人生の教訓編のえーと、研修時代の <laughs> 新人研修事件のその二、一個目が, <laughs> <その2> 個目がはい。 えー、に刺さ,れた刺されて1個が終わりまして <laughs>、はい、もう1個はですねこれはさすがに危機一髪とは言えないんですが、はい、でも実は社内では危機になってたのはですね <laughs>、はい、まず共同通信にようやく入りましてブログ団で刺されたりしたけど本人別に大してめげてなくて研修もめっちゃ楽しみだと、うんね、記者の研修って何だろう これがつまんなかった。<laughs> 例外はあった。例外はあったけど、<laughs> 座学ばっかりで。ああ、そうですか。それでですね。あの。ちょっと先に結論から言っておくと。これは秘書さんだから、一番ご存知で。僕は絶対遅刻しないです。ね、それどころか、誰よりも早く行きますよ。しかしですね。この時は。こんなつまんないの、行きたくないと。俺は記者になるんで。 研修受けても取材のし方なんて教わってできるもんじゃないとか思ってですねどうなったかというと2か月です二か月の研修が全て遅刻やらかしてますねそのたびに怒られてるのに、はい、次の朝もきっちり遅刻、はい、それで当然あの当時の研修室の方々は怒り浸透に走ってですね、はい の共同通信ってやっぱ今知りませんが当時優しくてですね「やめちまえ!」ってのはないんだけど「決めて何なんだね」って言うから「面白くないんです」って言った、はい大体 <laughs> 長すぎますって言った生意気に 2>,、はい、2ヶ月もなんでこんな「あのいやほんと会議室に座って話聞いてんだよ共同通信の偉い人のだからこんな時間あるんだったらあの入社試験での取材実技あったじゃないですかとオンザジョブトレーニングで事件現場でもどこでも出してくださいって。 ただもうこれの名前いきなというね顔をされただけでもう記者になってるし記者になってないんだけどまだあの入社してるから言わないけどあのもうこの辺から怒りがたまったのがよく分かって危機一発まではいかないけど危機0.5発ぐらいになってて首とは言わないけどもう僕が予想できたのはあこれ何にもニュースのないところにあの共同通信は必ず全員今でもそうですけど地方に。 日経や通信の地方に出ない場合がありますはっきり言って会社が小さいからでも NHK とか読売新聞とか共同通信大きいところは必ず地方出るんでこれ絶対あの大体地方2年か3年だけど2年も3年もニュースが何もないところ原稿書けないところに生かされるなと思ったんだけどその後もずっと遅刻 <laughs>、ね、最後の日まで全部遅刻、はい、それで、えー、最終日にあの赴任先の発表があって。 えー、青山君は四国の徳島であるとうん、うん、それで僕神戸生まれですからあの淡路島の向こうは徳島県なんだけど全然知らないんで正直言ってね、うん、あのこれいいことじゃないですけども神戸大阪京都京阪神やっぱみんな東京の方に向いてて、うん、で憧れの地は東北でねおマジな話もっと極端な憧れは北海道で、うん、こっちがあんまり背後、はい、って感じであんまり知らないんだよね。えー なんか偏見持ってるわけじゃないですよで今橋がついたから違うけどやっぱり例えば大学行くのに九州大学行く人ものすごく少なくてものすごく少ないで四国ももっと少ないと思うけどだいたい地元京阪市に行かないなら東京じゃないですかやっぱりねそれであ来たなと思ったわけで来たなと思ってそれでもまあ生まれて初めての徳島に行ったらですね 会社の期待と違ってこれがいきなりですねあのはっきり言って田舎の徳島地検徳島地方検察庁が特捜事件やり出したわけ、はい、考えられない、うんね、その時の次席検事が中鶴さんっていう大阪地検特捜部で鳴らした人で、うん、ここでもやってやるっていうので国立徳島大学医学部、ね、県庁、うん、全部巻き込んだ。 大事件をこう発掘してそれだから事件がないどころかいきなりこれもう,しょもう時効だからあれまで言うと地元紙が全然入れないつまり警察入れるけど検察は地元と手を結ばないから全く取材できないそこにガンガンに入るそれから RX7 っていう真っ黄色な車を東京から運転して持ち込んでたんでそこに車擦をつけて。 あの検察庁の車も追い,追いかける検察庁は値を上げてちょっとあやふくはちょっと教えるからみたいになったりあれは若い検事の家でずっと待ってて感謝で待ってて若い検事はこんなスポーツカー乗ってみたい <laughs> <laughs> だから RX7 の隣に乗っけて交通ルールにさすがに入らないですよ検事だから僕自身も記者だからそれともギリギリのところでほらこうやって例えばタイヤのスキッドってこうあるんですよみたいなのをへえ!」って喜んで,で夜に「 いやあの医学部のあの先生のさ「まもなく、うん、事情を聞くからさ」とかおゃえてくれてこれ全部得だね <laughs>、うん、もう毎日どんどん得だね <laughs> <ー>それで何が起きたかというと翌年の共同通信の新人は研修が1週間だったおーやったー <laughs> やったっていうのがこれいや共同って面白い会社だなと <laughs> <い>ちゃんと入ってよかったと思ったけどいやいやだからやい 研修そらくそういう意見も出たんでしょそしたら1週間だって今は知りませんけど <laughs> ねだもんで、えー、1週間になっちゃったんだよって聞いた時に私はさりげなく言ったんですよ「えー、チャンネル登録してくださったんですね」<laughs> やったー珍しく覚えてたで実はたさっきまで忘れてました、えー、これも皆さんあのまさか自慢話とか思わないでいただきたいのは まあ、はっきり言って飛ばされたんだよで同期でもう研修中優秀で僕の親友なんだけど、あのー、忙しい川崎とか行って、うん、結局会社辞めた人とかうん、うん、だから人生って本当にあの家福はあざなえる縄のごとしっていうけど徳島行ったおかげで特捜事件に遭遇したからねはい。 だからもうあの悪いことがあったらいいことありますから、いいことあったら気をつけていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございました。はい。はい、では皆さんチャンネル登録と、うん、そして、えー、自由民主党への入党もお待ちしております。うん、これ一番言いたかったのは遅刻ばっかりしてる困ったやつが、はい、遅刻絶対しない人間になったりするんですよ。もう時間あれだけどちょもう一個だけ言うとね、あのほんと感謝してることがあってあの特捜事件がすぐ始まったけどその前に。 警察本部の記者クラブに初日行ったんだよ初日にね赴任してそしたら県警本部の前で交通事故があったの喜 <laughs> んでくじない「ああ <laughs> <laughs> 事件事故だ!」ってこう言ってさで、大した事故じゃないんだけど共同通信の記事になるはずがないのに一生懸命取材するんじゃんで警察官がさお巡りさんがこんなあのほら台があるか見てこうなんか長書書いててさそここうやって見たらさこの警察官に「見 <laughs> なこの野郎!ね」ね 警察官の邪魔やん当、はい、暴力団とは刺されたりしてても警察官から公務の邪魔すんなって言われたらこれはもう我慢しなきゃいけないと思ってフフ <laughs> ってこうなったらこの辺になんかグリズリみたいな影が現れてでっかいのが <laughs> の警官に僕にじゃなくて「何言ってんだお前は!」この人は知らない人ですよ。国民の知る権利を実行してるんだって僕へえと思って <laughs> で入って僕にくれたんです。 これ毎日新聞徳島支局の平野幸男記者へえすごいあれで<ー>僕は皆さんみたいそれで二十歳頃からずっと悩んできたあの自分だけ大学行って行けない人がいるのにっていう悩みがそれバーンと吹っ飛んで<ー>いやもう最大の研修だよそうか国民の知る権利のためにやってんだから正々堂々やるんだとまあ生涯の恩人ですよ<ー>悩みが吹っ飛んだ瞬間これも皆さんに聞いてほしい 僕のところに悩みある人いっぱい来るな、大、大歓迎です。ね、若い人多い。こうやってね、現実にぶつかると、吹っ飛ぶよ。はい。それ、あの、できれば、覚えていただきたいです。はい。はい。危機一発なら、の。レスキューシリーズですね。はい。危機救出シリーズ。はい。はい。では、今日は以上ですね。はい。今回は。はい、自由民主党に。 一緒に入って腐った部分を直しましょう。はい、今回もご視聴ありがとうございました。はい